ですか、ね、一息だよ。疲れた。今から。星がすげえ。ん？星がすげえ。おはようございます、8月12日今テント撤収し終わってのんびりしてたんでもう10時になっちゃいましたね。まだね、涼しいです。ここまあ片付けたりしてるとね汗かきますけど、まあまあ今日はね仕事休みじゃないので午後早めに帰らないとならないので、もうね帰ります。八ヶ岳は雲の中ですね。ちょっと見えないです。ただこっちはどうすか。いやいい景色だ。いい景色ですね。昨夜はね、そういえばお風呂ヤッホーの湯はね人数制限、入場制限してたのでもうちょい離れたこのコウミリエックスのね、ホテルのお風呂星の、星空の湯って言ったかな、なんかそんなような名前のがあるんですけど、そこにね、ちょっと高いんですけど行ったんですけど、そっちの方がなんか混んでてよかった、混んでてじゃない、いや空いててよかったですね。いやー綺麗。昨日はね、もうキャンプ場着いた時には正直フラフラで完全に熱にやられてて、何しろね、夕飯作れなかったんですよ。もう疲れちゃって、テントとタープ張って荷物下ろすだけでもう完全にグロッキーで、で風呂行って、でその後食料の買い出し行ったんですけど、もう全然作る気しなくて、でうちの奥さんもちょっともうね疲れてたんで、もういいよっつって、まあ近くにね、まあ、この下下ってった方なんですけどスーパーがあるんですよ。そこそこちゃんとしたスーパーがあるの でそこ行ったらねお弁当売ってたんで、もうお弁当にしちゃいましたね。でしかもお弁当はね時間がもう7時ぐらい、8時までのスーパーなんですけど7時ぐらいに行ったもんで、お弁当安くなって200円でしたねとんかつ弁当とかそういうのが、でもそれにしちゃいました。
あ、八ヶ岳は完全に雲の中かな。でも気持ちいい。ここはいつも気持ちいい。すごいでしょ。なんかビーナスラインとかね、ああいう道も本当に気持ちいいんだけど、なんつうんですかね、まあ北海道とかもそうだと思うんですけど、こうね、なんか自然、全くの自然じゃないんですよ、正直なんですよ、畑でだからね。なんだけどこの自然とこう人間の共生みたいなね、こういう雰囲気好きなんですよね。遠くの雲がすごいね。びっくりした。ちょっと今よそ見してたんで、ああ危なかった。スピードを出せないからよかったけど、まあスピードを出したら絶対よそ見なんかできないけどさ、ちょっと今右の方見てたんですよね。危なかった危なかった。昨日キャンプ場の方にね向かうときに、すごいこう高くて眺めのいい橋があったんですけど、それがあの上、あいた上に見える橋ですね。すごい高いとこ通ってるんですよね。見えますかね、分かりますかね、あの高さすごいんですよ。ちょっとあれですね、ちゃんと映せなかったかもしれないね。でちょっと今日やってんのかどうか調べてないんですけど、今向かってるのはね、俺がねすごい好きなケーキ屋さんです。ドゥーミールというね、明野にあるケーキ屋さんなんですけど、実はですね、このお店ね、何年か前に偶然行った店で、で、まあ、この時期はやってないんですけど、秋になるとモンブランやるんですね。このモンブランが絶品なんですよ。で、絶品なんですが、残念ながらこれね、お持ち帰りできないやつなんですね。だから行かなきゃ食べられないんですけど、で、ただね、お休みがね、うちの店と一緒なんですよ。残念なことに。なのでね、食べてないんですよね、ここ何年も。で、まあ今はまあモンブランはね、この時期やってないんで、もちろんないんですけどね。まあそれ以外のケーキも、そこはね、本当に美味しいので。で、ご夫婦でやってらっしゃって、まあお話とかはしたことないんですけど、ご主人が、まあカフェも併設してるので、ご主人がドリンクとかをやってらっしゃるのかな。確かバイク乗ってる方ですよね。で、奥様がパティシエかなんかで、まあ本当絶品です、ここ。ドゥーミールというね、お店。もう一度ね、行ってみるといいですよ。で、今日は水曜日なんでね、うまくすれば空いてると思うので、ちょっと向かってみたいと思います。もしかしたらやってなかったりするとちょっと悲しいけど、まあそれはしょうがないですね。ちょっと確認してないんで。
ひまわりがね、ひまわりの時期っていうのかな、まあ、今年はやってないですけど、ひまわりがこうやってる時はね、すごいですよ。で、俺は基本平日しか行かないので、まだね、いい方なんですけど、しかも平日の夕方とかに行ったりするんで、まだいいんですけど、休日はすごいらしいですね。大渋滞するらしいですよ。まあ、有名になっちゃいましたからね。昔はね、まあ、ひまわりあったんですよね。ただ今みたいにその観光、いかにも観光っていう感じでやってなかったんで、いやここいいなあ、ここ北岳とかは山にか雲に隠れてますね。ここはいつ来てもいい。どうすか、あの入道雲、夏って感じですね。夏だ、文句あるかみたいなね、ない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 みたいな、そんな感じの雲ですね。どうぞどうぞどうぞみたいな。ここはね、ひまわり畑のところですけどね、本来はここね、すごいんですよ。全面ひまわりですけど、今年はないですね。で、ちょうどこの辺を、間違っちゃった。間違った。ハイジの村に入るところでしたね。もう一本先ですよ。どこだったかな、この辺。ここ、あ、ドゥーミールって書いてあります、書いてあります。それですね、ここを入ります。何年ぶりに来るだろうって感じですけど、突き当たりを右、そこにね、ちょっと白い建物が木に隠れてあるんですけど、やってない。やってる？あ、電気ついてるか。ドゥーミールさんで、なんだったかな、グレープフルーツと、うわすげえ、グレープフルーツとね、ピスタチオのジュレとアイスカフェオレいただきました。あ、やっぱ美味しかったですね。もうこの界隈明らかにこうトップクラスのケーキ屋さんですね。うわすごいね、正面南アルプス。ということでですね、今回は、ソロツーに見せかけた実は奥さんと2人ツーみたいなキャンプ道具もね、お試しということでね、長野県の泊まったところはね、長野県の、小海町松原港高原キャンプ場というね、もう結構おなじみの、俺にとってはもう何度も行ってるキャンプ場なんですけど、まあそちらでね、一泊しました。仕事もあるので本当にね、ほぼ往復しただけなんですけどね。
まあ2人用のテントもね結構余裕があって2人で寝れるけど、まあ、全然楽に寝れましたしね。まああと本当に夜は星空が本当に綺麗だったんで、よかったかなと思います。暑さだけはねもうちょっとどうにもならないですけど、これはもうしょうがないですね。ということで今回はあとは帰るだけ、そして仕事、ちくしょう仕事かということで、また次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。雲すげー。